今からお伝えすることっていうのができてないと、読書習慣を形成するのは非常に難しいということなんですよね。じゃあ一体読書習慣を形成する上で大切なことって一体何なのってお話ですよね。結論、目的を持つことです。どうも、大谷です。本日はですね、スマホで読書する3つのメリットですね。これについてお伝えしていこうかなと思います。まあ読書についてはですね、まあ様々な悩みとかが僕の LINE アットだったりとか、YouTube のコメント欄だったりとかに届いたりするんですけれども、まあ結局のところね、読書する上で、その紙媒体なのか、デジタルなのか、まあどっちの方がいいのかみたいな、まあそういった質問結構多かったりするんですね。で、他にもですね、こう読書の習慣を持ちたいって思ってるんだけど、こうなかなかですね、読書習慣を持てないと。いう方もいたりします。なので今回はこの悩みだったりとか疑問にですね、お答えするための動画になっているんですけれども、まあタイトルを見てもわかる通りね、まあ今回はスマホで読書する3つのメリット。まあつまりですね、デジタルの方がいいよっていう動画になるんですけれども、実はね、僕昔デジタル反対派だったんですよ。というのもね、なんかこう、紙の本で読んでる方が読書してる感とかあるじゃないですか。だから根拠もなくですね、こうデジタルを否定していたりとかね。で、あと、これね、最近ではないんですけれども、その、紙媒体で読書した方が、実は記憶のね、その定着率がめっちゃいいよ、みたいな、まあそういった研究があったりもしたんですよね。まあただね、現代どうなのかっていうと、なんか結局、紙媒体でもデジタルでも、記憶の定着率ってそんな変わんなくね、みたいな、まあそういったですね、実験データも出てたりしてるんですね。なので僕はですね、まあ昔、紙媒体でね、読書をしていたわけなんですけれども、まあ後ろの本とかね、見ていただけるとわかると思うんですけど、まあ僕はずっとね、その紙媒体で読書してました。ただですね、僕は今もデジタルでずーっと読書してるんですね。じゃあなんでね、こうデジタルにね、こう切り替えるようになったのかと。まあ、つまり、そのデジタルに切り替えるきっかけですよね。一体何だったのかってところ、多分ね、疑問に思う方っていると思うんですけれども、というわけでね、今回はこの動画のテーマとしまして、スマホ、まあ、つまりデジタルですね。デジタルで読書をする3つのメリットですね。これについて詳しく解説していこうかなと思います。まあ、ではね、早速、デジタルでですね、読書をするメリット、3つ紹介していこうと思うんですけれども、まず1つ目のメリットからいきましょう。1つ目はですね、読書習慣が持てるというとこですね。はい。なので、毎日ね、その読書する習慣を持ちたいと思ってる人結構多いと思うんですけれども、それ多分ね、紙媒体で読書をしようとしているから、読書習慣が持ててない可能性が非常に高いわけですよ。じゃあなんでデジタルにすることによってね、読書習慣が持てるようになるのかってお話なんですけど、結論から言うとね、紙媒体と比べると、書道のストレスっていうのが一気に減るからなんですよね。例えばね、ちょっと考えてもらいたいんですけれども、まあ、これ、紙媒体ですね。まあ、ちなみにこの本は僕が大好きな小さな習慣っていうですね、習慣を形成する本なんですけれども、この紙媒体で読書をする場合って、まずこの本を手に取るという作業にめちゃめちゃストレスがかかるわけですよ。どうですか？本をね、多分自宅にね、一冊や二冊、多分この動画を見ている人は、持ってると思うんですけれども、そもそも本を手にするという行動自体が取りにくいんじゃないですかね。つまり文字をね、その目で追うとか以前に本を手に取るということすらまずできないんですよ、多くの人って。じゃあ一方でデジタルな場合どうですかって話ですね。デジタルはずっと持ってません。すみません、ちょっとこれ画面割れてるんですけど、はい、ずっと手に握りしめていますよね。つまり、携帯、まあ、読書のきっかけとなるスマートフォンを手に取るというストレスが非常に小さいわけですよ。なので、読書習慣というのを形成しやすいんですね。なので、ここでの結論をお伝えすると、行動のストレスをですね、こう下げる工夫をすることによって、習慣化しやすくなったりするんですね。まあ、ただね、これだけ言われてもちょっとピンとこない人も中にはいると思うので、もう一つだけね、ちょっと具体例紹介しようかなと思います。例えば、朝のランニングという習慣を持ちたい人がいたとしますよね。じゃあ、その場合にどういった工夫をしますかという質問をちょっとあなたに投げかけます。先ほどもお伝えした通り、何かの習慣を形成する上で大切なのが、ある行動をとるストレスっていうのを極端に下げることが必要なわけですね。じゃあ、具体的に何をすればいいんですか？結論言うと、ランニングウェアを着て寝ればいいんです。なんでかっていうと、朝起きたらもうランニングウェア着てるわけですよね。なので、すぐに外に出るという行動が取りやすいんですよ。しかし一方で、ランニングを習慣化できない人ってどういう状態なのかっていうと、朝起きてランニングウェアを着て外に出るという、この一手間っていうのがかかるわけですよね。つまり、このランニングウェアを着るということにストレスを感じるので、結果外に出るという行動が取りづらいわけですね。何度も繰り返しにはなるんだけれども、これは読書も全く一緒です。つまり、本に手をつけやすくする環境ってのを整えることで習慣化しやすいってことですね。紙媒体の場合だと、
手につけるまでにちょっと時間かかりますよね。そう、うわ、読書しようかな、どうしようかな、めんどくせえなとかっていちいちストレスがかかると。ただ携帯に関してはもう触ってるよね。例えば外出するときとかでもポッケに入れているでしょ。ただ紙媒体の場合ってなんかカバンの中に入ったりしますよね。だからカバンの中に入っているものを取り出すというストレスがかかってくるわけですよね。ちなみにね、言うのちょっと忘れてたんだけど、俺本当は冒頭で言うべきだったんだけど、僕はあのアプリね、何使ってるのかっていうと Kindle というアプリを使っています。まあ、つまり Amazon ですね。なので今後あのスマホでね、こう読書をしたいという方に関しましては Kindle のですね、まあ、アプリをインストールすることをお勧めします。ではスマホで読書をするメリットの2つ目いきましょう。2つ目はかさばらないですね。はい、まあ、これはね、もう理由言うまでもないんだけれども、まあデジタルの場合って物じゃないのでかさばるということがないですよね。つまり後ろのね、本みたいな感じにならないわけですよ。この本ってのが全部スマホの中に入るわけですよね。じゃあもうちょっとね、そのかさばらないってところのメリットを具体的にお伝えしようと思うんですけど、僕のですね、ブログ執筆時のお話をしようかなと思います。僕基本的にね、こう朝起きたらカフェに行って朝食取ります。で、朝食を食べ終わったらブログを書くってことをするんですけど、ブログを書いてるとね、あれ、これについて書きたいんだけど、これ何だったっけみたいな、そういった現象があったりするんですよね。でね、その答えが分かる本ってのは頭に浮かんでるんですよ。で、例えば習慣化に関するその記事を書いてるときにね、うわ、あの小さな習慣っていう本の中のあれについてね、書きたいんだけど何だったっけみたいな、こう思い出そう思い出そう思い出そうとしても、こうなかなか頭にこう浮かんでこないときっていうのがあるわけですよね。で、そのときにね、たまたまこの小さな習慣がね、バッグの中に入ってればいいですよ。ただ入ってないことの方が多いわけですよ。なので僕はそのブログ記事を完成させるためには、家にまた戻ってこの小さな習慣ってのをあのカフェに持ってって、まあ、また家で書くということをしなければならないわけですよね。つまりまとめると、スマホで読書をすることによって好きな時に好きな場所で読むことができるってところなんですよ。まあ、他にもね、例えばこう電車の中に乗ってる時に、うわ、あれって何だったっけみたいな感じで、なんかこう思い出そうとする時ってあると思うんですけれども、その時にもね、携帯の中に全部本が入っていると、それを検索して一瞬でね、こう出力することができるわけですよね。まあ、なのでね、普段なんかコンテンツを作成している方、まあ、例えばブログを作ってるとか、まあ、動画を作ってるとかっていう方に関しては、そういったね、本の力とかも借りなきゃいけないわけですよね。ってなった場合、それがね、全部自宅にあると、そのコンテンツ作成にこう時間がかかったりとか手間がかかったりするじゃないですか。まあ、なのでそれをこうデジタルにしておくことによって、あのスムーズにですね、コンテンツ作成を行うことができますので、まあ、そういった方はですね、まあ、ぜひスマホで読書なんかをしていただければいいんじゃないかなと思います。では次にですね、スマホで読書をするメリットの3つ目いきましょう。3つ目はすぐに届くというところですね。実はですね、僕これに結構魅力を感じているんですよね。まあ、詳しく解説するんですけれども、じゃあなんですぐに届くのかと、もう当たり前の話です。物じゃないからです。じゃあ例えば小さな習慣っていう本ちょっと読みたいなと思いましたと、なんか Amazon とかで検索して、で、これを紙媒体で注文すると届くのに、まあ、の早くてもさ、1日2日はかかるわけでしょ。ってことは読みたい本すぐ読めないじゃん。ただ想像して、Kindle の場合って速攻なんですよ。はい、これ読みたいなと思ったら、ネットでまず注文します。で、注文し終わったら、はい、ダウンロードします。はい、ダウンロード完了しました。はい、読めますっていうですね。この読むまでのスピード感っていうのがめちゃめちゃすごいわけですよね。まあ、ではね、このすぐに届くというメリットをもうちょっと具体的にお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、これもね、ちょっとコンテンツ作成時の話になります。例えばブログを書くとか、あとは YouTube の動画を撮るとか、そういった時のお話になるんですけれども、例えばね、これ僕よくあるんですけれども、じゃあ何でもいいけど、テーマは、じゃあ自己肯定感について、ちょっと記事を書きたいと思ってるとしますよね。で、その時に自宅にはその自己肯定感に関する本が一切ないと。つまり自己肯定感について知るためのソースってのがこうどこにもありませんっていう状態ですね。その場合ってやっぱりね、信憑性の高い本を購入するっていう行動にこう至るんですけれども、自己肯定感の記事をね、まあ、何としてもね、今日明日には書きたいと思ってた場合、これやっぱりね、デジタルの方がいいわけですよ。なんでかっていうと、一瞬でデータで手元に届くからですよね。で、手元に届きました。はい、読書します。まあ、僕なんかはね、ちょっとこう、速読できたりするので、バーって読んだりするんですけど、まあ、もちろん速読できなくても OK です。ここで一体何が言いたいのかっていうと、紙媒体の場合っていうのは、1日2日待つでしょ。ということは、知識を蓄えるまでに、1日2日のロスタイムがあるということなんですよ。ただ、デジタルの場合に関しては、すぐに読めるでしょ。
つまりすぐに知識を蓄えるという行動を取りやすくなるわけですよ。その結果記事の執筆っていうのが1日後2日後になりますよね。ただ紙媒体の場合に関しては1日2日待たなきゃいけないので、さらには1日2日待ってから本を読んで、でそこから執筆するという行動に取り掛かることになるので、記事の執筆まで5日間ぐらいはかかっちゃうよってことなんですよ。まあ、なのでこのすぐに届くというメリットをまとめるのであれば、知りたい情報というのをすぐに取得することができると。なのでね、これもメリットの2つ目と同じく、何かコンテンツを作成しているとかね、他にもこう知識欲がある方、これについてすぐ知りたい、詳しく知りたいという方は、ぜひですね、スマホで読書するのがいいんじゃないかなと思います。まあ以上でね、スマホで読書をするメリットを3つ紹介しました。はい、まとめると、1つ目ってのが読書習慣が持てると、で2つ目ってのがかさばらない、で3つ目ってのがすぐに届くというところですね。これらのメリットについてですね、まあお伝えしたんですけれども、最後に僕がお伝えしたいことがあるんですね。それが、読書習慣を持つ上で大切なことですね。つまり毎日毎日読書をする上で大切なことですね。実は今からお伝えすることっていうのができてないと、読書習慣を形成するのは非常に難しいということなんですよね。じゃあ一体読書習慣を形成する上で大切なことって一体何なのってお話ですよね。結論、目的を持つことです。実は読書習慣を形成できない人の多くが目的を持っていません。じゃあなんで目的を持つことが重要なのかと。簡単ですよ。読書というのは、ある目的を達成するための手段に過ぎないからなんですね。なので、ここでお伝えしたいことって一体何かっていうと、この目的と手段の話なんですね。ある目的を達成したいから読書という手段があるわけですよね。じゃあ目的がありませんってなったら、何のためにそもそも読書してるんですかってお話になりません？まあもちろんね、これに関しては小説とかはですね、例外となります。なんでかっていうと、小説ってのはさ、映画とかと似てませんか？つまり楽しむために小説を読んでるみたいな感じなので。僕がここでお伝えしたいことっていうのは、学術書とかですね。例えばこういった本ですよ。習慣化の本とか、脳科学の本とか、なんか営業の本だったりとか、いっぱいあるじゃないですか。こういった何か学びの本ですね。こういった場合に関しては、必ず目的がないと読書習慣を形成することは不可能だと思えておいてください。もう簡単な例で言うとさ、例えばアメリカに行きたいですってなった場合、飛行機に乗るという手段を取りますよね。ただ、目的が全くありません。目的地ありません。でも飛行機に乗っています。こんなことはないよね。つまり、手段だけを継続し続けるってことは、人間のモチベーションが維持しづらいということなんですよね。なので、繰り返しにはなるんですけれども、読書習慣を形成する上で大切なのは、必ず目的を持つことです。まあ、こんなことを言うとね、こんな質問があると思います。じゃあ、大谷は何のために読んどんねんと。その疑問についてお答えしていこうかなと思います。で、まず結論をね、お伝えする前にちょっと言いたいことがあるのよ。それが何かというと、大谷は別に読書好きじゃないからね。よく僕結構本読んでるから、大谷は読書好きなんだ。はい、だから本を読んでるんだっていう人めちゃめちゃ多いんだけど、僕は勉強とか読書は嫌いだからね。なのでそこを勘違いしないでください。僕は本を読まざるを得ない。本を読むという手段を取らざるを得ない理由があるわけですね。じゃあ大谷の目的って何なのってお話だよね。多分ね、もう勘がいい人だったら分かってる人も多いと思うんだけど、結論、コンテンツの作成ですよ。つまり僕はブログとか動画を作成するというこの目的が存在するんですね。で、もっと言うのであれば、じゃあなんでブログとね、動画を撮るの？うん、結論、ノマドライフを送るっていうまた目的があるわけですね。つまり逆算して考えましょう。はい、ノマドライフを送るというまず目的がある。で、その目的を達成するためにコンテンツ作成、つまりブログ記事を書く、動画を作るというそういった目的が存在する。じゃあそのためには一体何をしなければならないの？どんな手段を取らなければならないの？結論、本を読むという手段なわけですよ。これでわかりました？なんで大谷がね、毎日読書をする、できるのかと。それは簡単。目的が明確だからなんですよね。なのでね、ここで今一度ちょっと考えてください。あなたの目的は一体何ですか？で、もしもね、目的がないのであれば、読書はしなくて OK です。まあ、よくね、なんかビジネス系 YouTuber とかはね、本読みましょうって言ったりするんですよ。ただ、本読みましょうって言ったってさ、目的がないのになんで本読むんですか？そういったね、盲目的な信者っていうんですかね、本読みましょうってなんか言われたから、じゃあ本手に取って読みましたとかっていう人いるんですけど、そういう人って結局モチベーションが続かないわけでしょ？だから読書習慣なんて当たり前のごとく形成はされません。なので大切なのは、まず読書をする目的を持つこと。そしてその目的というのは達成されるべきものなのかということをしっかりと考えてみてください。で、もしもね、それ達成されるべきものなのかっていうそのレベルっていうのが低い場合に関しては別に読書しなくて OK です。まあ、なのでここでの内容をまとめると繰り返しにはなるんだけどね。読書習慣を形成する上で大切なことっていうのは別にね、速読するスキルとかね、その他細々したテクニックとかそういったものじゃないんですよ。根幹で大切なのはやはり目的です。
なぜならば読書というのは目的を達成するための手段だからということですね。まあ、なのでぜひね、今後読書習慣を形成したいなとかって思ってる方は、このことを忘れずに読書するようにしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、本日の内容以上となるんですけれども、何かね、質問とある方はコメント欄記載していただければなと思います。もしもこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。